1月の12日金曜日、スキーの日です。スポーツ用品メーカー水野の直営店エスポード水野が1994年に制定。1911年明治44年のこの日、オーストラリアのレルヒ少佐が新潟県の高田陸軍歩兵連隊の青年将校にスキーの指導を行い、日本人が初めてスキーを行ったってことでね。テオドール・エドラー・フォン・レルヒっていうのがフルネームですね。日露戦争でロシア帝国に勝利した日本陸軍の研究のため、1910年11月30日に交換将校として来日しております。八甲田山の雪中行軍で事故を起こしたばかりだったこともありまして、日本陸軍はアルペンスキーの創始者のマティアス・ツルダスキーの弟子であるレルヒのスキー技術に注目しました。その技術向上を目的として、新潟県中首郡高田、現在の上越市ですね、にある第13師歩兵団第58連隊、この英艇や高田の金谷山などで指導を行ったそうなんですよね。そして1911年1月12日に歩兵第58連隊の英艇を利用し、鶴見義信大将ら14名のスキー選手員に技術を伝授したことが、日本で本格的なスキー普及の第一歩とされているんです。そしてね、このスキーについてもうちょっとね詳しく調べてみました。このスキーの発祥っていうのはね、紀元前2500年頃から積雪期に交通手段、あるいは狩人が獲物を追って雪の野山を移動する手段であると推定されておりまして、古代のスキーと思われるものが北欧をはじめとしてシベリア、中国、朝鮮半島、カラフトなど広範囲で発見されています。ちなみに日本で古いスキーの記述っていうのは、1794年に菅井真澄が書いた立ち反りや、1808年に間宮林蔵がカラフトから沿海州方面を探検した後に表した北蝦夷図説っていう本があるんですけども、この中にあるスキーを履いているカラフトアイヌの図があります。雪中寒食として2種の履物、ヌソオフトとストーが見られるんだそうです。ヌソは犬ぞりの意味でね、行者、犬を扱う者たちですね、が身につける幅が広いスキーのような形状のもので、ストーは当時の新聞では、ロシキ寒食とされていた、ロシアやサハリンから伝来した寒食スキーであります。こういったものが日本には伝来はしていたんですけれども、20世紀に至るまで日本でスキーは定着していなかったそうです。